本当にね、何でもよくしてくれたから、素直ないい子だったんですよ、ね。レン君って呼んでたんですよね。もう今じゃもう、何にも挨拶もしないし、ふざけんなこの野郎なんですけど。そして、組み上げるダブル、よっしゃ、運動神経、運動神経がすごい。ダブルクロスを切り返す、そして、3度目の正直なるか、突っ込んだ、メインイベンターとして一人の新世代の頂点として、そして春の覇者としてこの G1 をこっから重く白くしてやるよ。覚悟はいいか。ニュージャパンワールドナウということで、本日のゲストはなんと G1 でも優勝多数されてます天山ひろしさんの方。いやー、どうぞどうぞ。天山ひろしさん、おい、カモンカモン。ということでですね、はい、今日は G1 クライマックス9つリーグ戦あるうちの6戦目の B ブロックということなんですけども、はい、いやー、得点状況が動きました、こうなっております。ドン、B ブロック、はい、1位がジェフ・コブ選手、そしてデビッド・フィンレイ選手が8点、4勝2敗で2人抜けたという状況になっております、うん、そしてそれを6点で6人が追いかけているというこの状況なんですよね。はい、今中盤過ぎてこの状態でね、誰が飛び抜けるかっていう、はい、そうなんですけども、今日のメインイベントは新世代でございます、選手と、かつて天山さんの付き人をされていたというこの成田選手の戦いだったんですけども、はい、昔の付き人の時は成田選手はすごいちゃんとやってたんですよね。もうね、入った頃っていうのはすごい真面目な、もう好青年で、はいはい、もうやっぱりね、一番なんか付き人をやってくれた中でも、はいはい、彼は本当にね、何でもよくしてくれたから、素直ないい子だったんですよ、ね。レン君って呼んでたんですよね。レン君、そうそう、レン君呼びですよ。まあ、今じゃもう、レン君とか言っても何にも挨拶もしないし、ふざけんなこの野郎なんですけど、まあでも、ほんとね、まあ、いろんな先輩の、いろんな人の、はい、まあ、そのスタイルをね、吸収して、ね、ああいう、あの、本人のね、成田レンのスタイルを確立してきたっていう、そういうのはやっぱ彼がね、やっぱり今、すごいなと思いましたね、今日。はい。ロゲ道場、そしてルエ道場で培ってきた関節の技術とか、はい、やっぱそういったものもありつつ、あの、ハウスオブトーチャー入ってからのこのラップ、今日も場外戦ね、散々やってましたし、はい、ただそういう中でも足殺しが非常に有効でしたよね。やっぱずっとね、やっぱりその序盤からこう、通じようとね、はい、じゃあガンガンやっぱり、終盤に来てもそれがやっぱりこう、効果があって、はい、その上でね、もうやっぱりいろんな、こう畳みかみつけもあったんですけど、はい、最後踏ん張りましたね。踏ん張りましたね、見事な勝利でございました、はい、そしてセミなんですけども、まあ、あまりね、こう見たことないというこの晃之助竹下選手と、はい、これもまた付き人されてたという後藤選手、何人付き人に従えてるんですか。もうね、やっぱり、はい、あの、ヒロキっていうのはもう自分がそうですね、まだあの2000年ちょうど G1 初優勝した時ぐらいかな、ヒロキも付き人ついてくれたって思いますね。だからなんかね、まあ1年2年で変わっていくんですけれども、はいはいはい、なんかすごいよね、ヒロキっていうのはこう印象が強かったんですよ、付き人の中では。なんかいい意味でなんかトンパチだったんで、まあ、まあ、許せる部分、なんか本当にね、はい、ちょっと変わってる。あ、今じゃね、今日の試合なんかもすごいお客さんのね、声援をバックにしてね、あんなでのその盛り上がりっていうのはやっぱりなかなか、うん、だから今年の G1 っていうのはやっぱ彼が最年長ということ で、やっぱりここはもう踏ん張りどころっていうか、ここで、一気に優勝まで行ってほしいなと思いますよね。G1 の G は後藤の G。 いや、入場の時から、うん、あの波動のテーマ曲と、うん、あとあの表情、はいはいはい、いや、なんときませんでした。本当ね、彼はちょっとやっぱりね、すごいグッとくる部分あるんですけど、だからやっぱお客さんももう需要とコールしながらもう世界は得ない状況、うん、もうあんだけのコールをね受けたらね、はい、もう本当に自分
以上の力が出るっていうか、はい、やっぱり素晴らしい試合もできたし、最後勝ってくれてよかったですよね。もう生き様、ただ竹下君もいいよね。いや、よかったですね。びっくりしましたよ。あの長身とあの体のでかさで、はい、あのジャンプ力で強さ飛んでったり。本当。そんな後藤選手は、うん、牛殺しも出しました。はい。はい、はい。なんかね、一瞬見たらね、はい、ああ、なりますか。そうですけど、はい、まあでも、いろんなね、その彼のオリジナル技、はい、うん、今日は見れたから、回転も、昇天回も、回転も見れた、昇天回も見て、はい、もうね、あんな技やっぱり出したらもうね、もう両手今年は取れるだろうと思いましたね。なるほど。今回取れば45歳で取ることになるので、うん、長州さんの、記録を超えて、はいはい、最年長優勝記録っていうのも、まあ、取れる。いや、わかんないですよ、ね。取れないこと、まあやっぱりね、このままね、ちょっとやっぱりヒロギ、しっかりと後でちょっとアドバイスしたいと思います。あれが来ますね。それぐらいちょっと、気持ち入りましたね、今日。そしてその前は、コブ選手とヘナレ選手のチャンピオン対決の肉弾戦もすごかったですし、うん、はいはいはい、そしてあとはファンタズモ選手と上村選手、うん、ファンタズモ選手がようやく吹っ切れてくれたかなと。ね、はい、なんかやっぱり、ね、すごいちょっとね、なんかいろいろ、うん、エピステもいろいろ乗っかってくるんですよ。なんか自信喪失みたいな、彼がなんかちょっと落ち込んでんだなとは思ってたんですけれども、なんか彼は本当一番なんていうかな、もういろんな部分でポテンシャル高い男やもんね。なんかそこまで落ち込むことないだろうとは思ってたんで、ね、これを機にやっぱりこのもっとちょっとポジティブに考えてほしいなって思いますよね、はい、そうですね、アドバイスもしてやろうかっていうこと言ってましたもんね。いや、後でちょっと、もういないかな、もういたらちょっとね、声かけてやりたいなって。いや、そうね、もうテンションさんが声かけたくなってしょうがなくなるようなこの G1 クライマックスの暑さですけども、次はですね、2日後、8月6日後楽園大会18時半開始いたします。ここからはですね、9個リーグ戦があるうちの7つ目になってきますんで、もう3分の2を超えて終盤戦になってきます。はい、ここで出るか出ないかね。はい、あと もう要注意ですね。見に行きたいですわ。見に行ってください。A ブロック、王冠選手対カラムニューマン選手、うん、そしてここもまた付き人をされてたというゲイブ選手。ゲイブ、いい子だった。本当にいい子とちゃんと聞いてね、はい、やっぱり今日見たら目がもう飛んでたからびっくり。本当そうですね。本当なんかちょっとね、もう人って変わるもんだ。ウォードックス入る前は、うん、だからこのリスペクトとして天山選手の髪型を真似したりとかしてる時期もあったんですね、うん、はい、そのゲイブ選手はジェイク・リー選手、うん、そしてここが注目でございます、はい、リーグ戦2位で今走ってますザック選手と1位で走っているイービル選手がここが潰し合うということになっております。ここでどっちかですよね。はい、上がるか下がるか。うん、イーグル10点でしょ。イーグル10点単独です。はい、そしてセミファイナルは海野選手対内藤選手、はい、でメインは高木選手対真田選手の、も、真田選手は元 LIJ でしたので、うん、元タッグパートナー対決での初対決ということなので、ぜひ皆さん後楽園もですね、生ライブ配信をご覧になっていただきたいと思います。はい、ということで G1 男天山さん、はい、最後に視聴者の方にメッセージがあればお願いします。はい、今日はめっちゃ楽しかったぜ。 G1 クライマックス、まだまだ最後まで目離すなよって、カマーカマー。